マーストリヒト AFP イコールジジ、オランダで開催中のアートフェアに28日、武装集団が白昼堂々押し入り、来場者の目の前で展示ケースをハンマーで叩き割って宝石を強奪した。写真はオランダマーストリヒトで開かれた美術、骨董誌、ヨーロピアンファインアートフェアの会場入り口付近で警戒に当たる警察官ら。現場は南部マーストリヒトで開かれている欧州最大規模の美術、骨董誌、ヨーロピアンファインアートフェア、デフで、小綺麗な服装の4人組が強盗に入った。ソーシャルメディアに投稿された画像には、一行が拳銃のようなもので来場者を脅し、物品を奪って走り去る様子が捉えられている。リングルフ州警察は、宝石類が盗まれたと発表したが、被害総額や詳細については明らかにしていない。負傷者はいないという。警察の報道官は AFP に対し、窃盗団はブースを襲撃した後逃走しており、現在も行方を追っていると述べた。容疑者は4人で、うち2人の20代のベルギー人が逮捕されたという。来場者は会場から一時避難したが、現在は通常通り開場されている。フェアには数日間で数万人が訪れる見込み。オランダの報道によると、被害に遭った展示ケースには、A ロンドンの宝飾店シンボリック&チェイスのダイヤモンドなどが入っていた。同フェアが窃盗事件に見舞われたのは、今回が初めてではない。2010年にも、ロンドンの宝飾店が所有していた86万ユーロ。現レートで約1億2000万円相当の宝石類が盗まれている。翻訳編集アフップブニューズ。